日本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋が生んだ大須のみたらし、ジャズギタリストのレイ大輝です。いやはや、今日もバッチリ決まってしまいましたね。何がバッチリだっていう話で、はい、で僕はあの大須のみたらし好きなんですよ。醤油味ときなこ味ね。きなこ味。はい、ということで、そんなきなこのように飛んでいってしまうような凄技、ギターの凄技を今日はご紹介したいと思います。はい、なんぞねそれと聞かれたらもちろん答えますよ。それはアルペジオです。はい、でもちょっと勘違いしてはいけません。アルペジオといっても、あのギターの人のやる、まあ、こういうのじゃないですね。わかりにくいか、あれの方がいいんだな。まあ、僕弾けないですけどこれ、まあ、こういうアルペジオではございません。こちらの今日ご紹介する技は、多分日本で僕が知る限りやってる人は誰もいないと思います。うん、僕もねこっち来てパスカル・グラストさんに会って、うわーどえらいすごいなと思って、うん、なので今も影響されて全く違う、あれになってます、スタイルになってますけどね。うん、なのでもう察しのついてる方もいるかもしれませんね。こういうギターの奏法的なのではなくて、じゃあ何だと、何があるんだギターの奏法以外と、お前はふざけとんのかと、ふざけとらんです私は、まあ大真面目に言っております。はい、アルペジオ、今日ご紹介するアルペジオはピアノのやっているアルペジオですね。ドミソドミソドミソみたいなさ、うん、え、わからんって、こんなやったるで、まあ、っとりゃということで、やってみますので、 Gm ですね、こういう時にという、こういう感じの、これアルペジオとして私も使っております。はいね、これはすごい横に移動するので、すごい反復横跳び、すごいですよ。うん、なのでこちらの技をやっていきたいと思います。ただもう弾いて音符をかけるだけだと、もうあなたもすぐできます。もちろんすぐできます。そんなに難しいことではありません。でも大事なのはジャズだと応用したり、その場で臨機応変にやらんとかんので、なので、なんでどういう風に見てるのかとかさ、うん、そういうのを後々、なんだっけ、紹介していきますのでね。なので、どうやって見てるのか、どういう風にいろんなポジションで使ったらいいのか、いろんなキーで使ったらいいのかとかを紹介しますので、そちらの方が、音符を追うよりもジャズの中ではすごい大事なことです。うん、で、ちょっとこちらギターの人はすごいやりにくい技というかね、なっておりますので、これの正しい練習の仕方もご紹介しますので、最後までゆっくり見ていただければと思います。はい、ではそれでは早速やっていきましょう。解説コーナーに参りましょう。よいしょ、よいしょ。はい、解説コーナーに参りました。はい、ではもう一度やってみましょう。 G マイナーのアルペジオ、まあこうなっております。ゆっくりやると、という風になっております。なんだそれは。はい、これは、Gm の6のポジションですね。で、見方としましてはこちら、これは G6 のポジションになります。6というとすごい馴染みがないですよね、最近の人たちっていうとあれですけど、ジャズのあれだとね。でも6なんです。6がなんで大事かというのは、これからバディ・ハリスのセオリーをいろいろ解説していきますので、よければ私のチャンネルを見ていただければ。で、第1弾として、6ディミニッシュスケールというのをコードソロとかに、ね、使えるこの段階で今上げておりますので、まずそちらを見ていただければと思います。では早速ポジションいこうかね。こういうポジションで見ております。 6Gm6、 ここね。で、次がこういうポジションで私は見ています。 ね、これは5弦
これオンコードですね、5度の。なので Gm6 のオン D というポジションです。こちらも後々解説していきますので、あの違うチャンネルでね、あの見ていただければと思います。ではこちらね、でここからスライドして、こういうここにこういう6が隠れています。で次飛びますよ、ここ、これは見方としてはもう皆様おなじみのこの G 5弦ルートの G マイナーの形となっております。で6がここに隠れています。でこうと、でここの G の音ですね。なので3オクターブかな、うん、となっております。3オクターブのすごい、もうギター全部端っこから端っこまで使ってすごいですよ。うん、で、まあ、見方としてはこう、こういうポジションを見てやってますと。うん、はい、他の、6弦のキーに移った時も同じような見方でやっております。うん、で絶対に、やってはいけない練習方法を今からあげます。メトロノームを鳴らしてさ、こうピッと鳴らして、カチ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 でしょ、カチ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 、はい、こうやって、練習するとダメでーす。はい、なんでダメかというと説明します。これはアルペジオであってフレーズではないんです。何が違うの、おめやさん何言っとるかわからんわって、もちろんそういう方もいるとおられます。では何が違うか説明します。アルペジオというのは音をつなぐこうものです。バッキングとかさ、こうバラララっていうのね、それをフレーズのようにカチ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 とやってしまうと音がつながらないんです。うん、フレーズの音のつなげ方とはまるっきり別なんです。なので練習方法も別です。はい、では、どうやったら練習したらいいの、何言っとるかわからんがね、もちろんやります。はい、焦らないでください、落ち着いてください、どうどうどう、はい、やりましょう。ここ最初のポジションを押さえて、全部押さえていいですよ、こうかな、最初のポジションね、こうやってやって、こうやって全部弾いていくんですよ、ピックで。はい、こうやって練習しましょう。ん？音がつながっとらんがよ、何やっとんの、皆さんは。安心してください。まず大事なのは、指にポジションを覚えさせる。瞬時に押さえられるようにならんとかんということなんですよ。はい、まずメトロノームに合わせてガチ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 とやってください。でこれをできるだけ早く、うん、早くここのポジションを覚えさせてください、指の。うん、で次に大事なのはこっからここに行く間を今度はなるべく少なくしてください。できる限りでいいです。まあ、うん、ここの間を少なくします。うん、でも音切れとるがや、安心してください、やりますから。でその次実際にやりましょう。多分もうここの指の形、指に覚えさせて瞬間的に抑えられるようになったら、抑えられるようになって、でこの間も狭まるようになったら、次実際にやりましょう。弾きますよ、さっきと同じようにもう一気に全部押さえてください。それもこっちで1弦ずつ1音ずつ鳴らして、でこの次もう瞬時にここ覚えてね、ここからね、という感じで、という感じでやっていきます。
という感じで、もうここから大事なのはここからここのポジション、人差し指ここからここね、できた瞬間にもう引いた瞬間にすぐここも意識してスタートでね、で次ね、でここ中指同じだでもこのままという感じでやっていくんです。そしたらまあ実際に音はつながってないのかもしれないけど、つながってるのかな、スライドの、うん、まあそう聞こえるとね。なのでここがフレーズの練習とかとはスケールの練習とかとは全然違うんです。はい、なのでこの練習方法をやってみてください。はい、こちらができたら多分僕の知る限り日本で初かな、やってくださいよ。日本で初のこの奏法プレイヤーになってください。日本人で初は僕ですよ多分。えへん、まあそんなどうでもいいんですけど、そんなもの、うん、こちらのパスカルさんに、ね、教えていただいたこの技を広めていきたいなと、うん、なので多分なのでこの技、この技っていうかね、こういうのも一部なんですけども、これから少しずつバリアハリステオリーについてご紹介していきます。多分日本でちゃんとこういう形でピアノの形を移し、ギターに移した形でやってる人はそんなにいないんじゃないか、僕は知らないです。うん、ウエス・モンゴメリー派、もちろん宮ノ上師匠とかね、ケニー・バレル、グラント・グリーンとか、そういう大御所のギタリストの人はいっぱいいますけど、こういうのはあんまりいないと思いますので、僕、うん、やってみてください。こういうね、この技ができると曲の練習するのもすごい楽しいです。ソロとかもやるのもすごい楽しいですよ。うん、なのでぜひぜひやってみてくださいね。どうやってソロでやるのっていうとさ、例えばいい、使い方ができるからね、またちょっと違うアプローチ、他のギタリストとはね違うので楽しめるかと思います。うん、でこういうのを覚えた後に今あなたの持ってるそのスキルを合わせればもっとすごいことになりますよ。うん、多分ね。はい、なので今日は今はとりあえず G のアルペジオやりました。 G6 のアルペジオですね。 G マイナーの G マイナー6のアルペジオですね。うん、こういうのもあります、メジャーもね。うん、これホールトーン、いろいろあります。こちらも少しずつ紹介していきます。やり方見方ね、またちょっと違うので、はい、なので今日はこちらで終わりたいと思います。うん、また息子と遊びにマインクラフトやりに遊びます。はい、ぜひぜひこちらのアルペジオ活用ください。というところで、もしこのチャンネルが良ければグッドボタン、なんだっけ、サブスクライブボタン押してしまうとアホになってしまいますので無視しておいてください。まあそんな冗談言っておりますけど、はい、ではまたよろしければ次回も会いましょう。バイバイ。